週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第141回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は12月7日金曜日、そして12月8日土曜日、合わせて10作品ほど紹介していきます。まず最初に紹介するのは来る、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのは来る。この作品は映画嫌われ松子の一生や告白など数々のセンセーショナルな名作を生み出してきた日本映画界の奇才中島哲也による最新作です。渇き以来およそ5年ぶりとなる本作は、人間の心の闇を描くかつてない最強エンターテインメント。原作となったのは第22回日本ホラー小説大賞にて大賞を受賞した沢村一による小説ボギワンが来る。得体の知れない者が忍び寄るという王道の恐怖と、今まで正義に見えていた人が角度を変えると全く別人に変わるという人間の中に潜む恐怖という二重の恐ろしさを描き出します。主人公のオカルトライター役を演じるのは千里椿をはじめ主演映画が目白押しの岡田准一。その恋人で強い霊感を持つ女性に、中島監督作渇きて才能を見出された小松菜奈、そして夫婦役で黒木華と妻夫木聡が共演しております。また告白で中島ワールドの強烈なヒロインを体現した松たか子が日本最強の霊媒師役で強烈な印象を残します。青木宗隆、柴田理恵、伊集院光、大河といった個性的な面々が集結しました。来る12月7日金曜日、ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは旅する段ボール。この作品は世界各国の捨てられた段ボールを拾い集め、それを素材に段ボールの財布を作る段ボールアーティストの島津冬樹。彼が提唱するリサイクル・リユースの次にあるアップサイクルな活動を紹介するドキュメンタリー映画です。旅する段ボール、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはムトゥー、踊るマハラジャデジタルリマスター版。この作品はインドの国民的俳優ラジニカーントが主演を務め、歌って踊って恋をして日本でも大ヒットを記録した娯楽大作ムトゥーが日本公開から20周年を記念して 4K&5.1 チャンネルデジタルリマスター版でリバイバル公開するものです。ムトゥー踊るマハラジャデジタルリマスター版、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはパッドマン、5億人の女性を救った男。この作品は現代のインドで生理用品の普及に人生を捧げた男の実話を映画化したものです。世のため妻のため衛生的なナプキンが手に入らず生理障害に苦しむインドの女性たちを救おうと日々奔走する主人公のひたむきな姿が感動と涙を呼び起こします。5億人の女性を救った男、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは青の帰り道。この作品はマノエリナ、横浜流星ほか旬な若手キャストが集結。7人の若者たちが群馬県前橋市と東京を舞台にそれぞれの人生が交錯し、過去の思いを胸に抱きながら新しい未来へ向かって進んでいく様をみずみずしく描いた青春群像劇です。青の帰り道、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはイングリッシュナショナルバレエ団ジゼル。この作品は21世紀の傑作との呼び声高いイングリッシュナショナルバレエ団によるアクラム・カーン演出振り付けの傑作舞台ジゼルをスクリーン上映するものです。その斬新な解釈で大絶賛され、一躍世界から注目を浴びた傑作を大画面で満喫できます。イングリッシュナショナルバレエ団ジゼル、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはマンデー、地獄のロードウォーリアー。この作品はニコラス・ケイジが愛する女性をカルト教団に殺され怒りでぶち切れた復
讐に燃える男を熱演するものです。切れ味抜群のオリジナルの剣、唸りを上げるチェーンソーを武器にバイオレンス描写たっぷりに描いたリベンジスリラーです。マンデイ、地獄のロードウォーリアー、12月7日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは大人の恋は回り道。この作品はマトリックスシリーズで世界を制したキアヌ・リーブスとシザーハンズで世界の恋人になったウィノナ・ライダー、4度目の共演では個性が強すぎて恋愛も人生もうまくいかない男女をそれぞれが個性豊かに共演しております。大人の恋は回り道、12月7日金曜日より東宝シネマズ名古屋ベイシティ伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはマチルダ禁断の恋。この作品はロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世とマリインスキーバレエ団のバレリーナマチルダ・クシェシンスカヤの許されざる恋を、ロシアが世界に誇る気鋭アレクセイ・ウチーチェリ監督が描いた一大叙情詩です。エカテリーナ宮殿やマリンスキー劇場、ボリショイ劇場など豪華絢爛な映像美も見どころの一つです。マチルダ禁断の恋、12月8日土曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはポルトの恋人たち時の記憶。この作品は18世紀のポルトガルと21世紀の日本という2つの時代と2つの国を舞台に描く異色のラブミステリーです。根本タスク、アナ・モレイラ、中野裕太が時代によって立場が微妙に入れ替わる一人二役を演じ、愛憎の不条理によって引き裂かれた人間の業をあぶり出していきます。ポルトの恋人たち時の記憶、12月8日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは彼が愛したケーキ職人。この作品は恋人を不慮の事故で失ったドイツ人のトーマス、そして夫を亡くし女で一つで息子を育てるイスラエル人のアナと、この同じ男性を愛した二人の男女の姿を描き、イスラエルのアカデミー賞といわれるオフィール賞で9部門にノミネートされたほか、国外の映画賞でも多数の映画賞を受賞した作品です。静かな感動を呼ぶ美しいラストは国籍や文化、宗教やセクシュアリティといった違いを超越し、見る者の心を揺さぶります。彼が愛したケーキ職人、12月8日土曜より名小劇場にて公開です。続いて紹介するのは色とりどりの親子。この作品は親や周りとは違う性質を持った子供を持つ300以上の親子たちのインタビューをまとめた世界的ベストセラーノンフィクションを原作にしたドキュメンタリー映画です。6組の親子が直面する真実、親子から子への愛情が描かれていきます。色とりどりの親子、12月8日土曜より伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはザ・コレクターズ、さらば青春の新宿ジャム。この作品は2016年に結成30周年を迎えた日本を代表するモッズバンドザ・コレクターズ、彼らが2017年12月24日に行った奇跡の新宿ジャムラストライブへと向かう姿、さらに新宿ジャムにゆかりのある人々の証言などを織り交ぜ、東京モッズカルチャーに肉薄していく音楽ドキュメンタリー映画です。ザ・コレクターズ、さらば青春の新宿ジャム、12月8日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは幻の紫外線 4K デジタル修復版。この作品はリオの男、カトマンズの男などで知られるフランスの名匠フィリップ・ド・プロカが1967年に手掛けた名作幻の紫外線。このユーモアたっぷりに戦争の狂気を可視化するカルト映画の傑作が半世紀を経て 4K デジタル修復版で奇跡のリバイバル公開です。幻の紫外線 4K デジタル修復版、12月8日土曜より名演小劇場にて公開です。続いて紹介するのはあまねき調べ。この作品はインドの山間部の村々の棚田の雄大な風景、移り変わっていく季節、人々の生活や農作業の一部始終を淡々とカメラに捉え、古くから伝承されてきた歌をめぐる音楽ドキュメンタリー映画です。あまねき調べ、12月8日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは静寂を求めて癒しのサイレンス。この
作品は人々があらゆる音に囲まれて暮らす現代で健全に生きるための方法を探求するドキュメンタリー映画です。静寂、音楽、騒音など音に焦点を当て、現代の騒音問題や静寂がもたらすものが何かを探っていきます。静寂を求めて癒しのサイレンス、12月8日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは新マシ。この作品は日本と中国が手を組んで新たな才能を発掘する日中若手映画人合同プロジェクト第1弾作品として制作されたサイコサスペンスです。今村刑事役を木津徹、優子役を正木香蓮がそれぞれ演じ、柳幽霊、小橋恵、竹中直人らが脇を固めております。新マシ、12月8日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはときめきプリンセス婚活期。この作品は新幹線ファイナルエクスプレスや怪しい彼女、サニー、永遠の仲間たちなどヒット作に多数出演するシム・ウンギョンと、ドラマ華麗なる遺産などで人気のイ・スンギが主演する結婚の相性を占うカリスマ占い師と王女の恋愛模様を描いた韓国の時代劇ラブコメディです。ときめきプリンセス婚活期、12月8日土曜より中川コロナワールド他で公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。シーズン12月号22周年を迎えました。ダイジェスト版フリーペーパー、ぜひ劇場でゲットしてみてください。そして好きな映画を見て映画寝してみてください。それでは